暇だったね。え？本当に暇だったみたいな。うん。でもさ、暇な時に限ってさ、あのハゲのお客さんさ、めっちゃいない。うん、ああ。やばくねあれ。何それ？え？何それ？え？なんかそういう時に限ってさ、ハゲのあのお客さん長くない？ああのお客さん、ね。そう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 。あのハゲね。そう。ハゲさんちょっとたまに見すぎじゃないですか。いやいや。結構ヒヤヒヤしてるんですよあれ。だってさ隠してんだもん。うん、だとしても。だから出遅くない？遅いね。いや確かに。ずっと待ってんだけど。そうそう。なんかさ。デイってさ、ちょっとあ、いや違う。いや多分それ一緒だわ。何？え、なんかない。気になんない？なんか。で、あ、で、あ、そうでしょ。あ、やっぱそう。いや、そうかなと思って。いや。同じだと思うんで言ってみてください。え？同じだと思うんで。マジマジ？うん、同じ？何？あのデイのさ、デイの笑い方ちょっとさ、俺ダメなんだよね。なんか生理的に、なんか、なんか丹田がさ、ゾワゾワすんだよ。なんか、この下に響く感じですよね。そう、なんか、なんかさ、なんか気持ち悪いんだよな、なんか。え、すみません、キキオさん。うん。キキちゃんない。笑い方でしょ？なんか魂そがれる感じすんだよ、なんか。俺、なんだよ、あれマジで。どうしよう。いや、マジ、お、言っちゃうわ。確かにな。あれ、誰かさ、注意しようよ。え、言った方がいいんですか？言った方がいい、絶対言った。言いなよ。いや、俺嫌だよ。なんでよ。だって、デイかわいそうじゃん、それ。いや、そんなの、うちらだって、かわいそうじゃん、言ったら。でも、キクちゃんなら言えるよ、多分。何それ。キクちゃん言ったら、デイも、いやいや、俺無理だよ、俺無理だよ。言うべきですか、まず。いや、言った方がいい、言った方がいい。いや、俺言った方がいいと思う。あー、え、じゃあ、たけしさんお願いします。いや、俺無理。あ、じゃあ、じゃんけん。じゃんけん。なんで？じゃんけん、いや、だって、いや、無理だって、俺、だって。言いなよ。いや、関係あるしさ。まあ、キクさんが言ったら、キクちゃんが言ったら、そう、あ、そう。から、いいかもしれない。いや、きついんだよな。いや、きつくないきついよね。きついよ、あれ。確かに。え、そうっすね。いや、じゃあ、じゃんけんしようよ。じゃんけん、マジで。じゃんけんは、ちょ、じゃんけん、ほい。待って、無理。いや、俺無理。え、俺マジで言うの。いや、無理だよ、無理。これのやっぱ言い出しっぺ。いや、だって無理。言い出しっぺです。いや、だってさ、え、だってそれ言ったら、どうすんの？いや、見守るんで、ちゃんと。え？見守るんで。いや、無理だ。言いましょう、今日ね。よし。いや。お疲れ様です。お疲れ。お疲れ。いや、なんか店長が、うん、店長がさっきは閉めてほしかった。もう、うわ、いや、あ、飲み行きますね。あ、そうか、行こう、行きましょう。あ、ちょっとさ、はい、でさ、まあ、ちょっと花ちゃんが来て、ママ、一旦降りて。あ、一回降りて。そう、こっち来なよ。分かった、あれや。俺やっぱ無理かもしれない。どうしよう。いや、俺やっぱ、あ、でも言ってたけど、いや、でもなんか。分かりました。あれっすよね。あれっすよね。店長の、店長の。エプロン、この間、俺、ハイターつけて間違って、脱色、そこだけ脱色しちゃってみたいな。うわ、やつですよね。うわ。え？まあ、そうだよな。店長、あれ、オレンジになったやつか。あ、そう。あれビビったよな。え、違うんすか？え、そうだよ。めっちゃビビらしたよね。そう、俺ビビってた。違うじゃないですか。なんかさっき違うことを言ってて、なんかその話ではない、いいじゃないですか、タケさん。え、どうですか？違う。いや、でもさ、いや、じゃあ、違うの。その話ではないことを今日、なんかその、デイに言おうっていう。え、なんかそう、あったっけ？だったじゃないですか、タケさん、さっき、ここね。え、なんかその話をしてたじゃないですか。え、言ってない。なんすか。え、逆に、え、ねえ、なんか、なんだったっけ？俺、ほら、すぐ忘れちゃうからさ。え、めっ、え、絶対違うでしょ。なんすか。え、なんだったっけ。たけさん、俺忘れたとかないですよ。え、だから言ってよ。いやいや、だって
いや、たけさんが言いたいことが あったから。いや、私が代わりに言っても。俺さ、この間さ、あ、今日そういえばさ、お客さんハゲの人ずっとカツラかぶってたよな、あれな。それか。それだよ、それ。それですよね。それ。あのカツラ。その。言っても。あのカツラのね。あ、でごめん。でごめん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 ごめん。ちょっと、あのさ。自分で分かってる。あの、笑い方がさ。って、笑い方の、なんか、フレーム。フレーム？フレームって。がさ、いや、みんな言っててさ。なんか、ふはははっていうのがさ、どうしちゃったんだろうってなあっていう、まあまあまあ、そんなめちゃくちゃ気になるとか、まあ気になるんだけど、あのっていうのをみんなで言ってた。あ、うん、あの、そうそう、あの、あ、笑い方ですよね。まあ、うん、なんか、そんな、すいません、あんまなんかなんか自覚なかったっていうか、まあ、あれですけど、すいません、なんか、あの、いや、いや、あの、本当に、うん、直しますというか、あの、あ、でも、そこまで、いやいや、あの、そこまで深刻、いや、まあ、その、いや、でも決して、その、なんだろうな、その、なんか皆さんのことを、その、悪く思ってというか、そういう、なんか、なんだろうな。なんか、そう、なんか、なっちゃうってことだよね。あ、そうなっちゃう。うん、なんか本当に、あの、悪気が、なんか、悪気というかな。あー、そうですね。いや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 、でも、いやいやいや、俺もさ、それは別にだから、まあ、真面目で、どうしようか。気になってたよっていうだけで、そう、そう、気になった。もう本当、その心機臭つなぎみたいな。そう、やめよ、もう。OK。ちょっとなんか、いや、この、うん、この話っていうか、まあ、ちょっと気になってたんだっていうのだけ。ちょっと個性が強いかなっていうぐらい。もうちょっと、嫌か、ほら、やっぱ。嫌な空気になった。嫌な空気になった。おい、じゃあ仕切り直そう。仕切り直そう。おい、いい。もう気にしなくていい。いつものやっちゃって。いつものやっちゃって、ポンポン。いや、そんな、笑いづらいじゃないですか。あ、そうやっすよ。いやいやいや、もう気にしなくていい、うん、気にしない、一旦忘れよ、うん、俺らが気にしなかったらいいか、うん、なんでそんな笑い方すんの、あ、違うか、ごめんいや、でもまあ、いい、そうだな、うん、いや、でもごめんなさい、わかりました、うん、そうっすね、うん、ごめんなさい、なおしますというか、うん、もう皆さんに迷惑かけないような、いやいや、迷惑とかそういうことじゃなくて、本当にそうじゃなくて、分かってるんです、自分で本当に、あ、そう、なんかそれこそ僕、あの、なんかあれなんですけど、小学校から、うん、まあ、大学までのその5年間とか、うん、16年間、まあ、ずっとその、うん、いじめられてきたんですよね。ああ、でもなんか別にそのなんかあの、こういう感じにしたくないんですけど、でも分かってるんです、だから、あの、直します、いや、でなんか、うん、全部デインのなんかせいみたいになってるけど、うん、まあ、うちらも、いや、俺じゃあ、なんかちょっと気にしすぎちゃった気はありますよね。あ、そう、なんか、あ、なんか痒いなって思ったらどんどん痒くなるみたいな感じになってたかもしれない、もしかしたら、まあ、なんか
お互いこうすり合わせてさ、うん、あそうですなんか一方的にこっちが言っちゃってる感じだからじゃなくて、あそうか、うん、俺がもうあじゃあ俺も一回デイの気持ちになって笑ってみようか同じ笑い方で、そしたらもしかしたらさ、うん、あ解決もしそしたらなんかさ、うんうんうん、したらいろんな意味でほら人の振り見てとかわかんないけどそれやってみる、うん、えあじゃあありがとうございます。すごいなんか救われました。今までやっぱりこうやってちゃんと言ってくれる人いなかったし、でもなんかびっくりしたけどすごいなんか嬉しかったです。だからでもこれも自分の個性だなと思えるようになったし、なんか受け入れてくれてる人がなんかこうやってみんな3人もいる受け入れてねえけどなめっちゃ嬉しいっす、ね、ありがとうございます、うん、てか飲み行きましょうよ。あ飲み行く、うん、予約店予約してるんですけど、うんもう、てかもう、てかもう、もう時間っすよ。行きましょう。行く？え、行きましょう、本当。あ、先行ってます？え、ちょっと一回行ってますね。いや、俺でも言ったよ。言ったよ。俺言ったよ。なんかふわっとしたから。いや、ふわっととかじゃなくて。いや、言ったもん、言ったもん。本当、一回。あ、オッケーオッケーオッケー。行こう行こう行こう。先じゃあ行って、すぐ行く。ちょっと、え、言い方が甘いっすね、たぶんね。これ以上言ったら傷つくからさ。いや、俺言うから止めろよ。俺ちゃんと言うから止めろよ。あ、もう、あ、俺言う。え？してるから余計傷つけるみたいな感じさ。え？なに俺悪いの？ちょっと待って。え？止めろよ。え？全員の笑い止めろ。無理だよ。止まんないよあいつ。どうすんの？